あと飯とかどうですか。何が食変わるってこと。か俺変わると思ってたんですよ、ずっと。はいはい、あの分かんない、俺は昔からちょっといい料亭とかに行った時のちょっとずつ出てくるやつ、はいはい、あ誰がいいって言ってやってんのって俺ずっと思ってるんですけど、あの一口かける10みたいな。そう俺大人になったらあれが良くなると思ってたんですよ、うんうん、全然最初からカツ丼とご飯がいいもん。お前はさ本当ずっとそうだよねお前本当になんかさそういうの伸びてかないというかそマジでそう、まだ出汁とかの段階に行ってないもんな。行ってない。だとにかく醤油の味がしたら美味しいっていうとにかく何でも醤油か塩の味がしたら美味しいって言っちゃう。カレーとかね。そうそうそう、だから味覚も俺は大人になるもんだと思ってたけど、うん、いや意外となんなかったなっていう。まだそこはね意外と変わってくるかもよ、食の好み。好み変わってくると思う。変わりました。僕変わりましたね。いや菅さんも渋いもんだって食べてるもん。そう、俺だいぶ変わったし、なんかねちょっと体と会話ができるようになってきた。これ本当なんですよ。どういうことですか。なんかスピリチュアルみたいな話ですスピリチュアルな話じゃなくてなんか若い頃サラダとか食べたいとか思わないじゃないですか。思わない。なんか急にその日サラダを食えって体が言ってくるんですよ。求めてくるのが分かるんだ。多分ね何かが足りてないから体がこう指示を出してくるんですよ。なるほどね、うん、だからあんまり肉とか俺好きじゃないじゃない、うんうん、でもなんか今日には肉をいけみたいなことがあるからそうそうそう、信号出してくるから体が何か求めてんだろうなっていう、なんかそこら辺がなんかうまいことできてきた気がするの。それは年齢重ねてくると。年齢重ねて年齢重ねて。いやでも確かにそうみたいね。野菜もう全然俺も食べないですけど、うん、だから本当にご飯食べる前にちゃんとまず野菜取ってから食べないと、うんうん、まあ、やっぱ体にどんどん肉がついてくるから、うん、言いますよね。だそれも多分体が教えてくる。もう野菜食えよそうそうそういきなり来るから、いきなりなんか脳に来る野菜を食べなさい急に来るから、まだ若いからのメッセージを。まだ若いってこと。オッケー、受信する時が来るってことね、うん、オッケーオッケー引き続きメールお待ちしております。